自分で作ろう DIY アイデアチャンネルへようこそ。皆さんこんにちは。今日はまた、冬にぴったりのとってもグラデーションが綺麗なマフラーの編み方を紹介したいと思います。さあ、このようにちょっと三角の何ですかね、矢印のような模様が入っていくんですけれども、それがこのグラデーションにぴったり、合って美しい模様となっています。基本的にはとても簡単に編むことができるので、初心者の方にも挑戦してみていただけやすいかなと思います。さあ、早速編み始めていきたいと思います。使ったのはリコーデザインのクリエイティブメランゲというメランジェですかね、というシリーズです。 50g に、90m あります。だいたいオレンジやブルーやそういった色が基調となって作られています。だいたいそうですね、6号から7号の針が指定されております。で、今回私が使うのは6ですね。で、早速中心から糸を取ってきて編み始めたいと思います。だいたい 150g 使いたいので、この毛糸を3玉ぐらい使う計算になります。色の番号は53番ですね。で、まず作り目なんですけれども、21目鎖目を作っていきます。さあ、21目編み終えたところです。針から数えて4つ目の目に目を取ります。そして長編みを1つで、また同じところにもう1つ長編みと。そうすると、その作り目のところとか、計算して3本柱が立っています。そしてその次からは1つの目に1つずつ、全部で5つですね、長編みを編み込みます。3つ、4つ、5つと。で、次の3つなんですけれども、一緒に閉じます。なので1つの目に1つずつ長編みの要領で編んでいくんですが、最後は閉じずにそのまま次に行きます。で、今4本針が、針に糸がかかっているので、これを一気に引き抜きます。そうするとこのような模様が入ります。次の3つも同じように編みます。長編みのように編み始めて、最後の2つは引き抜かず、そのまま次に行きます。で、糸に針が4本かかったら一気に最後引き抜きます。で、次、長編みを5つ普通に1つの目に1つずつ編んでいきます。2つ3つ4つ5つと。そうするとこんな感じでブーメランみたいになってきましたね。で、ここで増し目をします。1つの目に3つ長編みを編み込みます。これで最初と揃いましたね。これが矢印のような模様になっておりまして、
次2段いきます。2段目いきます。3つ鎖編みでひっくり返す。1つ目が目に編み込んで、2つ長編みを編み込んでいきます。でまた5つ編んで、でまたこの矢印の部分ですね。さあ、5本長編みを編み込んだところでございます。またこの閉じない長編み3つ一気に閉じるところですね。で同じことをもう一回繰り返します。ちょっと今指に怪我をしていて、この絆創膏が邪魔ですね、編むときにね。でかかっている4本を一気に引き抜くと。でまた5つ長編みを編んで、でここでも下の鎖編みのところに増し目をします。3つ長編み。さあこれで2段目が編み上がりましたね。でこれを繰り返していきます。鎖編み3つで立ち上がり、1つ目の目に同じ目ですね、同じ目のところに2つ長編み、でいつも中心のところには3つ一緒に編むものを2つ作ってという感じですね。でこれしばらく編んだところをお見せしたいと思いますが、それがこんな感じです。さあ色の移り変わりが見えてきましたね。それによってこの V の字もかなり綺麗に、見えるようになってきました。なのでこの模様を編むときはこういったグラデーションのものを使うととっても綺麗に模様が映えると思います。でこれなんですけれども、ずっとこの編み方でどんどん編んでいただいて、で先ほど言いました通り全部で 150g 編みますので、この毛糸を3玉ぐらい作ります。使います。で長さはお任せなんですけれども、皆さんのお好きな長さになるまでどんどん編んでいくと完成です。さあ皆さんいかがでしょうか。かなり明るいこの緑なども出てきまして、毛糸の雰囲気も変わってきました。この辺りなんてね、とっても綺麗ですよね。色がね明るい感じで、でこの V の字の模様が本当にとっても綺麗に見えています。今ちょうどちょっと淡いなんですかね、寒色系に移ってきて、ここもまたあの綺麗な色合いなんですけれども、あと少ししかもう毛糸がないので、ここで終わっていきたいと思います。最後の増し目をするところがちょうど今止まっているところですね。3つ長編みを編んでいただいて、よいしょ、で毛糸はずっと引き抜いていただいて、もちろん最初最後のこの余分な毛糸は中に目を適当に拾って始末をしてしまってください。でこの終わりなんですが、こんな感じで三角に入っているんですね。でもちろん始まりは反対に、こんな風に V の字で、反対側V の字で始まっています。本当に綺麗ですね、この色ね。黄緑や水色やオレンジも出てきて、素晴らしい毛糸だと思います。
さあ皆さん、このビデオ気に入っていただけたら嬉しいです、いいねを押していただいてチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。たくさん編み物のビデオアップしておりますので一緒に勉強していきましょう。では次のビデオで会いましょう。さようなら。